こんにちは。7月24日金曜の午後にこれ撮ってます。すごい雨ですね。外雷も鳴ってるし、外の道がね、表の道が川みたいになってる。昨日ね、ちょっと移住相談井上雄一に答えさせちゃったけど相変わらずね、移住相談のメールはね来てます。移住相談とか女に関してのメールだとかいろいろ来てますね。でまあね、言葉も必要だって。フィリピン移住してくる場合にね、最低限普通に話せるぐらいの英会話ぐらい覚えてきた方がいいなんていうのもね、散々言ってて、結構多くの人がね、勉強してますね。移住計画してる人なんかが、オンライン英会話なんかでね、随分勉強してる人がいるみたいで、いいですよね。何回も言ってますけどね、言葉って道具なんで、やっぱりね、道具がないと何もできないというのはありますから。ただね、言葉ができてもというか、オンライン英会話って結局自分家の中でパソコンに向かってやってるわけでしょ。ね、勉強自体はいいんだけれども、今こういう状況でね、外にもなかなか出れないっていうんで、自分家の中で勉強できるっていうのは素晴らしいことだと思うんだけれども、最終的にね、日本から出て海外で暮らしていくって言ったら、何が必要かって言ったら、もちろん言葉はできるとして、なんていうのかな、その環境に合わせられるか、いろんな嫌なこともあるだろうから、打たれ強さ、ある意味の鈍感さなんていうのも持ち合わせてないと、あんまりね、このセンシティブっていうのかな、繊細な人だとなんかですぐめげちゃうかもしれないね。これ意外だけど、鈍感さってこれ必要ですよ。僕なんかもね、こうやって YouTube やってて、仲間のね、アケラとかそういうのもだいぶね、やっぱりアンチのコメントとか来るわけで、消して終わり、ブロックして終わりっていう風になっちゃうわけなんだけれども、いろいろなね、誹謗中傷があります。半分はね、やっかみとかそういうのが多いと思うんだけれども、でもその準備としてね、言葉勉強するっていうのはいいことなんだけれども、対人関係って言葉だけじゃないんですよね。例えば今僕が住んでるパラワン島ってところでも、日本人の仲間がね、随分います。僕の中の動画でもね、動画の中でも紹介したけれど、1億円やられちゃった飯島さんなんて人の話をちょっとしたけれども、彼なんかね、英語もタガログ語もほとんどできない。できるのは両の手についてる指の数ぐらいのタガログ語の単語、それだけ。今一緒にいる彼女ね、サリサリストアやってる彼女、飯島さん本人は今ね、半年ぶりぐらいで日本に帰っちゃったけれども、彼女はね、ローカルマーケットで働いてたんですよね、野菜売り場で。そこで飯島さんはね、どうやったのか知らないけれどもね、彼女を口説いた。でね、なんて言ったのってちらって聞いたことあるんだけれども、アコ、イカウ、カサマ、バハイ、それだけですよ。アコって私、イカウってあなた、カサマっていうのは一緒、バハイうち、だから一緒に住もうよ、その4つの単語それだけで、サリサリストアを開ける時でもね、アコ、グスト、イカウ、サリサリ、アコ、グストって、グストっていうのはね、ワントですよね、英語で言うと欲しいってことなんだけど、普通フィリピン人だったらね、アコとグストっていうのをくっつけてグストコって言うんだけれど、そこまで分かんないから、アコ、グスト、イカウ、サリサリ、それでね、やっちゃうって。これなんでそういうことができるのか、それで楽しく暮らしていけるのかってね、これね、人間力なんですよ。人間の持ってる力、結局人間の持ってる魅力っていうのかな。あの場所をサリサリ開けてる場所っていうのがね、ジャカナの港っていうところで、
治安で言えばパラワンで一番悪いところって言ってもいいぐらいなんだけれども、なんであんなところに開けられたのか。これね、だいぶ前に、飯島さんの住んでるアパートからちょっとね表通りに出たところにちっちゃなバーベキュー屋があったんですね。魚とかそういうものを焼いて、ビール飲めるってところ、それが近いこともあって飯島さん気に入ってたんだな。そこにほぼ毎晩行ってた。オーダーぐらいはね、言葉は分かんなくたってね、ビール頼んで、でこれこれって指させばオーダーできるんで。でね、ある晩飯島さんがそこで飲んでると突然雨が降り出した。飯島さんがね、そのビール飲んでるグラスにね、雨漏りがポタッと落ちたわけですよ。ね、飯島さん上見上げた。屋根に穴が開いてる。次の日何をやったか。飯島さん日本ではね、大工の棟梁ですよ。そういう大工仕事やらせればプロ中のプロ。次の日屋根材買ってきてね、そこのバーベキュースタンドの屋根ね、全部直しました。もちろんバーベキュー屋のね、おばちゃん、その補修費なんかプロの大工に払えるわけがない。1週間タダで飲ませろって、それでね直しちゃった。もちろんね、そんなんじゃ仕事として見たら飯島さんにしてみれば合わないわけなんだけれども、そうやってね人とつながっていく。言葉通じないんですよ。そのバーベキュー屋のおばちゃんだって英語もできなければもちろん日本語なんか全くできない。もう本当の数個のねタガログ語の単語で仲良くなって、そのおばちゃんにね飯島さんは説明したわけですね。さっき言ったのアコ、グスト、サリサリ、ババエ、自分の女と一緒にサリサリやりたいって言うんで、でそのおばちゃんが、その住んでたジャカナってところにあるうち、そのおばちゃんの持ち物だったんですね。じゃああんたここでやんなさい。そうやってつながっていくんですよね。もう彼見てるとね、なんて言うんだろうな、その人間力の強さっていうのかな。もちろん言葉いらないなんてことは言わないですよ。ただ最終的にいろいろね、このローカルの人と交わって、特に田舎で仲良く暮らしていくっていうんだったら、僕はこれ人間力なんて言葉にしちゃったけれども、その人の持ってる力っていうのかな、浸透力っていうのかな、最後はねそういうもんが必要になってくる。飯島さん未だにね英語もタガログもダメですよ。本当いくつかの単語だけ。それで彼女ともうまくやってる、商売もやってる、近隣の人ともうまくやってる。そういう人もいるんですね。なかなかねそんなことできる人っていうのも少ないんだけれども、ものすごく面白い親父なんだけど、もうね10年以上前からの付き合いで、どんなじじいかっていうのも僕もよく分かってるんだけれども、最後はフィリピンのどこに住もうが、人間力、浸透力、なんていうのかな、そのコミュニケーションの取り方って言葉だけじゃないってことを言いたいわけなんですよね。言葉がいくらできたって全てを拒絶するっていうようなことだと、なかなかこの国には馴染めない。都会のねコンドミニアムで鍵閉めて家の中にずっと過ごす、夜になったら飲みに出かける、その程度だったらそんなことはね全く要求されないけれども、本当にねこの国に何ていうのかな、馴染んで楽しく暮らしてくるって言ったら、もちろん言葉はできた方がいいんだけれども、最終的にねその人に持ってる人間力っていうのが決め手になりますよね。何見ても楽しめるってことも必要なことかな。今こうやってね雷雨をね見ててもね、外が川みたいになってるところね楽しんでるわけですよ。前に木がいっぱい生えててね、葉っぱがみんな濡れてね重そうに垂れ下がってるわけですよね。そういうの見てるだけで楽しいわけなんですよ。パオは怖がってね椅子の下に潜り込んで隠れてるけれども、今日言いたいのはね、言葉の勉強はもちろん必要なんでやってください。ただね自分の内面も鍛えることを忘れないように。鍛えるっていうのは違うのかな、もっとこうなんていうのかな、オープンマインドになるってことですよね。
まあ、何でもかんでもね、拒絶せずに受け入れろってことではないんだけれども、違う国に行って違う文化の中で暮らすっていうことは、ある程度のことを受け入れないと楽しめないってことなんですよね。いくらね、高い家賃のコンドミニアムに住んだとしたって、一歩外に出ればここフィリピンなわけですよ。違う文化の中で育ってきた人、生活している人たちに溶け込もうと思ったら、オープンマインドになってください。まあ、全然そういうの必要ないって人だったらね、まあ別にいいんだけれども、今日はね、なんかこんな雷雨でね、こんなの見てて、ちょっと自然とかね、そんなものも考えて、なんかそういうね、人間力なんてもう思いついちゃったんですよね。これは人間力とは全然違う自然の力ですよね。この中でね、僕ら生かしてもらってるわけですよね。素晴らしいです。それじゃあ今日はこの辺で。